でもなんかじゃじゃまるくん確かに作品は出てるけどあんまりやった覚えはない。これデジゲ博でちょっと。やったことある？ない。全然わかんない。聞いたことしかない。お、これはやったことあるよ。だってこれファミコン持ってる人だったら結構持ったんじゃない？課長だから何かで見たことあるかな。あ、なんかボタン、あ、あんじゃん、セーブ。これあんじゃん。てて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 、なんかこのブロック今見るとガッカガガなのよ。得点無意味。シュリ人玉が無、あ、これ速くなるやつ。これ何なんだろうな。これ6個、もう下には降りれないんだよね。上に行って、だからあ、そうなんだ。でもここから落ちるんだ。うん、そう、そういうとこから落ちるけど、下からこう剥がしとかないと。あ、あれ、お寿司に見えるやつ。お寿司じゃないの？桜の花見た。あ、そうなんだ。なんか課長だっけ？お寿司、お寿司って言って、俺も思ったと思ったから。ファミコンサウンド、いつにやってもいいな。タイトル出んだな。あ、あれ黒人なんかな。黒部。黒人なのあれ。差別。どうだ。わかんねえ。黒部とかなんかそういう昔のやつだとなんか大体黒人だったりする。コックさんみたいじゃん。絵描き歌。ああ、そうそうそう。あ、あれあったあったらしいやつあれ。ちょちょちょ。あ、この女の人って触っても死なない。いや、あの弾打ってくんだよ。それ当たったしね。このゲーム、これ死ぬ。鉄あれ、鉄あれこれ。わかりづら。当たると死ぬ。なんで鉄は空中に浮いてんだよ。分かれないんだよ。真面目にやったことないけど、これ。あ、これなんだっけ。あ、死ぬ死ぬ。あ、危ねえ。何これ。あ、ちょっと殺される殺される殺される。やべやべ。あ、ぶんねえ。美味しい。いや、このゲームの目玉はあのカエルなんだけどさ、でけえガマガエル、あの邪剣にあったみたいなやつに乗って敵をいっぱい食べれるんだけど、どうやって出すんだっけ。なんか桜を3つ集めるとかあったかな。もう一つやん。シュシュシュ。でも可愛くね、このキャラクターとか、うん、なんていうか、この感じとか。でファミコンに収録されてないやつがやりたいんだけど、本当は俺。じゃじゃまるくん。アーケードアーカイブスのやつ。何これ。できんじゃねえ。あ、残機か、あれ。全然わかんない。これ死ぬやつ。これ知ってる。え、これ死ぬのって当時思ったの。なんか。パワーアップアイテム見えないよ、あれ。これ、うん、あ、見えるね。鉄アレイです。なんか触れると死んじゃう。やべ、うわ、やべっつったら来た。ちなみにあの残り一人のあの一体だけ違うやつはめちゃめちゃ強い。毎回めちゃめちゃ強い。一体だけ違うやつ。え、撃たれた。あ、そうだ、ここでこれだ。え、できる。あ、なったなったなった。やった。エミリアン。セーブ&ロード。うん。不正。不正。ピンチ。起こす。ずる。ずる。モリツ。てか、こうやったら死ぬのかと思った。
ちょ、早くキスの早っ。当たらなかったんだけど。ふるとピヨって、はい、うん。うわ、桜の花びらって何で出るんだろう。むやみに壊していいもんなんだよ、だって。壊した方がいいもんな。てセーブした？うん、セーブした。でこれあれ、オープニングが長いからカラカッサ、ここはセーブするべきだ。そう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 、てて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 、激ムズだろ、ね、急にスタンダーゲー。あ、でもね、そうそう、残りの1体が以外はそんな強くないの。なんか知らんけど、なんかこれ、あ、ほら来た。あ、そっか、アイテム3つか。大迫力だったんだぜ、これ。しかも下にも降りれるし。やっぱカラカサ。どこでも降りれない。え？降りれる。だから当時このデカさのキャラクターを動かすのがすごかったんだろうな。なんか目玉といえばこれみたいな。すげえ。激強じゃん。あ、アイテムなくなったでも。エクセントが遠いね。あ、やった、エクセントした。何これ、なんかボーナスもらった。しかも結構でけえやつ、1万ぐらいもらえなかった今。まあ、こんなもんでいいか。オプション壁紙、ね、あ、これでいいじゃん。あー、俺これがいい。これがいいね。この俺当時のジャケ好きなんだ。で、大冒険がマリオみたいになった。マリオみたいっていうか、横スクロールになった。で、やったことないな、あんま。覚えがない。そうなんだ。音楽あんま変わんないんだよ。うわ、すげえ見て。フレームが 60fps だよ。すんげえ滑らか。背景みたいなやつ登れんのかよ。ジジイだよ。ジジイを殺すんじゃない。なんだろうな。私より大切にしろよ。まあ妖怪なんだろうな。危ねえ、あいつ。これ何これ、このポーションみたいな。あ、違うわ。透明になった。無敵でしょ。うわ、全然覚えてない。これ俺やったことあったっけ。こんなの壊せるんだこれ。うん、壊せる。失礼します。お金あるけど。あ、え、爆弾？爆弾だ。鉄アレじゃねえ。鉄アレじゃねえ。爆弾になってるし。じゃアイテム取んのもこれちゃんと見ながらいかんけん。めんどくさい。あ、え、弾撃ってきたやつ。1の 5？ 1 の5だねこれ。なんで1の5かなって。もう5枚進んだんじゃない？弾短。やだ、毎月100来てほしくない。よしよし、どうすればいいの。ほい。そう、あー早い。これボスとかあんのかな。なんかすげえ細かく区切られるんだねこれ。本当でも、あの、早くディスタってきていい。うん、操作してなかったな。これさ、アイテムいるかな。これさっさと、あの、上から飛んでくる、こいつから気を、こいつを気をつければ。いや、止めてきた。距離稼げ。やっぱ忍者くんが可愛いんだよね、ジャジャマルくん。で、プレステーション1にもなんか出たんだけど、なんか 3D のアクションゲームが。なんかクオリティが微妙だった、すごく。うん。なんか、当時でもムービー。なに、あの、愉快な顔したやつ。愉快な顔してた？うん。え？上向いてた。え？通れなくなった。上もう完全に行けなくなったんだけど。あ、あれだ。なんか。バカ野郎！
1の8。これ痩せてくるんだ。正しい。なんか聴き比べたから、聴き比べたことないからわかんないけど、曲ちょっと変わってない。そうなんだ。音いいじゃん、なんか。へえ。準備したの。強くない？いきなり。ボスってこれ。え？強くなったの。なんかあれだね、ボスだね。あ、ボスか。だって俺見てほら、手裏剣俺上にしか打たなくなってる。こうやって当ててんのみたいな。爆裂しました。勝ち。昔あったらすげえ遊んでたんかなこれ。全部。ちょびっくりしたよ。なんかランダム湧きするやつがすごかったね。あ、すごい顔、いい顔したね。これ、本当だ。なんか右上見てんのかね。右上見てるずっと。マジ。あれのっぺらぼうが。あ。これ空中であの制御は効かなかった。でジャザイマルくん忍法帳が RPG 覚えてる。で俺は。ファミコンの RPG はあんまり遊んだことがない。でもこれさ、なんかすげえ。セーブなくなっても途中からできるよってやつ。パスワードなのかな。昔ファミコンのゲームをこう遊んでた時があったけど、RPG なんてしなかったよ。PS2 とかとしたんだよ。すでに自分見た目変わったな。ジャジャマルくんそうだったか。顔、顔が髪ボサボサやんけ。あ、何よ、急に動かせるようになったの。俺さっきムービーですって言おうと思ったのに。あ、ここでムービーです。あ、でも古いのかな。いるだろう、お前どう見ても。丁寧な説明。うん。おっかね。集計でしょ。なんでそんな言い方するの。見たい一番。負けんぞ。疲れて。装備は僕が装備しないと意味ないぜみたいな。あ、身につける武器。小物？小物とは？いちいちもうるさい。本当なの？投げ。小物？てかこれさ、あれだよね。ジャジャマルとさ、姫もいけんの？え、だって俺。軽い服で着たでしょ、うん、着物ってあったけど、あれなんか仲間のやつかなと思ったのよ。あ、うん、この忍びの里に帰られてたら大切な忍びの人が何を怖いに話しましたのか。うん、戦闘明けみたい。なんで四重とか行かないんだ。なんで忍者っぽくなんないんだろう。なんか原始人感で。なんか感じとしてはさ、結構新しい後期の感じになるよ。かなりドラクエっぽいけど、ドラクエリスペクトあったりする。エンカウント率高すぎるな。バカ犬。あ、優秀じゃん俺。すげえ何回も行くじゃん。バカ犬強っ。バカ犬全然来ないけど、なんか一方的な陣地じゃないのこれ。大丈夫。
いや来てるじゃん。え、攻撃されてるじゃん俺。攻撃されてたよ。されてるされてる。嘘。何この人。あ、カゴや。あ、ワープね。なるほど。いいね。でもなんか、いやあるよ、あったけど、このなんか街とこう別にしてるから楽みたいな。ここら辺とかやばいかな。ちょっとバカし。マリーは難しい。あ、あとこのゲーム、あの敵一体しか出ない。本当だ。戦うってやって選ぶとかないもん。そっか。スケテンっぽいなと思って。てかもし下手、え、ジャジャマル以外にも仲間になんない。もう一体は仲間になりそうだけどね、これ。なんか枠的に。ね、うん。ただ着物あったからさ、なんか姫でも仲間なのかなと思ったんだけど。ジャジャマルと姫の二人旅みたいな。レベルとかあんの？あるじゃん、一の位って書いてある。ああ、それさ。なんかちょいちょい感じなんだ。え、これさ、レベル。ないんだけど。子供セーブできないね。あ、そういえば。ジャジャマの大冒険かわいいね。日報帳こんなの。やっぱ姫と二人旅やんかなこれ。で、もう一作が RPG。 なんか随分テイスト変わったの。壁画面アニしたよ。ちょっとアニメチックなんかこれ。やったことない。90年代アニメ。90年代感出た。実は80年代なんだ。生きなちった。カーソルのレスポンスが悪かった。移動しなかったよ。生きちゃった。誰だ。関係ある。これなんか見たことある。でもなんかあれだな、ゴエモン似たやつに似てるだけか。海外だとすげえジャケになってんだろうな、これ。この辺りからムービーができたんだ。そうよ、ここ雰囲気で出ていいじゃん。すげえドットある。そうだ、こうなんか思い出したけど、これアクション RPG じゃなかったっけ。そうだ、これゼルダじゃない。これなんか攻撃するわけだな。それをどこだか教えろ。何これ。いる。見える。四角いバーチャー。セーブです。なんかバインダーに収められたバーチャーみたいな。そんなことないだろ。どう見えてんの。バインダーが動いてるみたいな。あ、フィールド。何それ。ショットみたいなやつなんだよ。あれかな、あれじゃない、あの鎖釜じゃなくてさ、あの分鎮みたいなとこ、なんていうの、
あ、見たことあるでしょ、うんち見たことあるやつ。言いたいことは分かるけど、パンチングマシン見えるすげえな、単独すげえ見るの。全然攻撃の意思が感じられないんだけど、単独に音楽のクオリティはあのワンの方が好きだった。ワンっていうか前の前作の方が好きだった。ゲームテンポはこっちの方がいいかもね。でも良くなかった、あ、さっきの、うん、BGM なんかスイスイいってるけど、てかなんか何も落とさねえから俺戦う意味あるって感じなんだけど、なんか、はい、これとかさ無視でよくない？あんのか、なんか増える、これなんか音変わったよね。なんか音変わったね。レベル上がった俺。あ、なんか真ん中の数字増えてるよ。なんか拾ってるよね。見えないけど何か増えてる。魂の感じ。あ、今死にかけたんだけど体力めっちゃ減ったんだけど毒の沼みたいなとこあった。あ、白逃げってこれね。え、思ったのと違うんだけど、白が違うんだけど、うん、白がされてる。ひどいよ、いきなり体力もう2しかない。頑張りされたよ。これか、これお金。あ、お金か、これお金か。78円あんのね今。うーん、生まれて初めてやったもんね。もうやめんのかい。ほんで次のこれが可愛いな。これが週休で遊ばないじゃん。これは覚えてる。銀河大宇宙なんだけど。いや、銀河大作戦とか。銀河大作戦。今度の舞台は宇宙だ。アフタイプでできる。やんないよ。なんでよ。やんのかよ私。なんでコントローラー反応しないの？にしても。コントローラー。あ、え、これでいちいち変えなきゃいけないの。はい。え、二人プレイ、二人同時プレイこれ。天に任せるってあんのよ。じゃ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 丸。桜姫かわいいじゃん。そういう系？じゃあ桜姫。間違えんの？どんな世界観なの？発見月面基地。でこのゲームはあのなんかマリオワールドみたいな。そう、あのすげえマリオ感なんです、このゲーム。めちゃくちゃなマリオ感なんです。え、これ何これ。ソニックじゃない。踏むんでしょこれ。あとないの。うん、2ボタンしかないしね。あ、それ踏んでみ、それ。どういうこと。あ、なんか甘いなったよ。あ、なんか攻撃できる。それ何。ね、これ減ってく、減ってく。二段ジャンプできない、なくなった。ジャンプ中に攻撃できんのよな。うん、すげえ。これさ、マリオ感すごかったの覚えてるの。これ何。あ、なんか増えた。右下の距離は何かと思ったら、ああ、はげたよ。あと一回くらい足しないやつだこれ。まあ、マリオだやっぱり。二段ジャンプできないの。二段ジャンプねえから。ね、すげえ。え、これどうやって、まあ、届かなくね？取れなかったよ。消えたよ。ああ、ジャンプなんなかった。マリオ感。選べんの？私が連続でやることも可能。可能？本当だ。あ、あれ勝手に出るよこれ。うん、勝手に出る。もう上昇中にもしかして増えたしね、俺。かっこいい。これ一回だけ防げるやつだ。まあキノコだね。いわゆるキノコ。分かんなかったんだけど。おー。
でも見て、あのヘリの速さ、うん、すごい速かった。一瞬で終わっちゃう、ね、持ったらさっさと進めみたいな。あれ何ができるというの。あ、何これ S S S 3つ揃ったらガマガエルとか乗れるのかな。あれちょっともう帰っていい。これさ、その B のジャンプが2人でやる必要あった。ええぐるぐるになっただけ。ああ、この時レバーで動かせる。ソニックじゃん。ソニックとマリオが合体させましたみたいな。大丈夫なんか。最強のゲーム。すべてが訴えられそうだけど。本当にさ、みんな言ってるけど、マリオ感すごかったね、このゲーム。俺もちょっとやったことある、このゲーム。星感が。背景がそうなんだよな。はい、S と揃ったよ。S 揃ったよ。だからなんだよ。こうか。なるほど。これを。超結局。私どうやってそれと乗り越えたんだっけ。普通にジャンプで行ってる。SS 揃ったけどなんか。何もなんない。スタートとかで覚醒しないの。押してもさ、一瞬ちょっと反応するだけなの。なにこれ、バグみたいな。あ、え、スタートって押しっぱしないと止まないの。意味なくないそんなの。押しっぱなしでポーズなんだ。うん、トイレに行けないじゃん。こうか。あー、俺のアーマーが危ない。違う。うわ、危ねえ、ね。でもやっぱりこれもファミコン後期でしょ、出たの。まあっぽい、確かに。か雰囲気はさ、雰囲気というか、おわ。これブーメラン。やっぱり定番ブーメラン。ほら。十回も違う、十二回まで使える。ああ。終わっちゃったぞ。コンティニュー5って書いてある。これ課長やるかな。天に任せる。天か、あれ天が来た。天やばい顔してる。愉快やけど遅い。天遅い。あ、見合ってる。私なのかよ。SS 揃ったらなんかできないんでしょ。姫かわいい。姫ドットがいい、ね、うん。2段ジャンプ一定時間。無理やり行くのも行けちゃうから。あ、あいつ上に溜まってくんのか。まあ、何どうやって飛ばすの。 B 2ボタンしかないだろ、上に。そうか。カービィ的なんだよな、あの敵は。そう、カービィの敵にする。何これ、ゴールじゃないですか。ボーナス違うの、ゴールだな。今届かないの。え、こう出てきません。ダッシュでよ、ダッシュ入るんじゃない。間違えた。音がバグってんじゃないか。
攻撃するのか。なりません。もういったん。コールできないんですけど。そんな難しいことないの。だろ。別に入ったよね。え、なんか必要なのこれ。説明書とかないわけ。スタンブロックがあるけど、なんか関係ある。え、ないのか。なんか開いてるけど隠し扉ってわけじゃないよね。壁攻撃すると開きますみたいな。もうさ、これ回転してるときに入る。回転しながら入る。なんだよ。ああ、回転しながら入るんだ。敵といい、このさ、アイテム、これスターだけど無敵かな、まさか。ああ微妙にさ、取れないジャンプの高さやったんだけど、あれ。なにこれ。プープルキャンディ。あ、見てほら、忍者龍剣伝だ。ほんと。どっちかっていうと、サムス。今だ、今だ。なんかあいつは倒せなさそうなイメージを勝手に持っていたけど、うん、ちょい俺このジャンプ下手だ。なんか坂の時だけ異常に遅いんだけど、このゲーム。確かにダッシュしてるにもかかわらず。違った。違うじゃねえか。だから違ったって言ったじゃん。ぽいと思ったのに。じゃあ何だったんだろう。なんかこうゲージあるからなんか使って。あ、何これ。あれじゃん、あの聖水。違う、ね、悪魔ギミックの、ギミックの主人公が使う武器にそっくり。全然わからん。星投げるゲームなんだけど。悪魔城の聖水じゃないのか。あと俺壁に貼り付けたの。ほんと。いや、貼り付けた。こうだ。もう慣れた。慣れ。え？無力。危ない。え、どこで？そこで？これさ、もう無視でいけない？これ。あ、来た。二段ジャンプのやつじゃん。うん。別にそんなことしなくても。今やめろ、今は。あいつ踏めたんかって。踏めなさそうな見た目してたけど。無敵そうな見た目してたけど。顔が怖い。でも面白いね。踏めなんだ。あと戻りも判定があった。強い。あ、それ登れるんだ。あ、なに、やりすぎたらこうなるんだ。バテちゃった。難しい。なんでこのコールに難しい。コールがちょっと微妙に難しい。ダメ今な。いけてたじゃん今の。あ、あれなんだ、勝手にスタートするわけじゃないんだ。どうした俺急に。なんかボタンを押すと入るみたいな。いや、なんかえ待ってんですけど。あ、出てきた。
やった。ガマだガマ。もう、もう時間がないんだけど。攻撃はできないんだけど。無敵だと思うんだ。え、なんか操作性悪いこれ。あ、ガンガン頭ぶつけるんですけど。ジャンプしかなかった。アイテムガン虫だったんですけど。このアイテムどうやって使うの？ S って何なんだよ。S とか A とか J とかいっぱいあるけど。どうやって使うんだろうね。A って考え、普通に考えたらアタックだよね。で、J がジャンプだよね。S ってなんだろう。スピード？うわー、見て。この微妙な高さに設置しないで腹立つやつ。スコアだ。ん？いた。普通に撃ってきた。普通に撃たれてんじゃん。ああ、え、何今の。なんか音だった。ボスじゃないやつ。ほら、え、右下のやつは何。あ、死んだ。右下のキャラクターは何。なんか S 投げてくれるんだけど。 S 投げてきたね。これさ、桜姫とジャジャマルじゃ性能違う。もしかして試しにやってみた。おお、なんだなんだ。でも桜姫なんか私のやり方が悪いのか、ぐるぐるあんまぐるぐるしない気がするんだよ。なんかあの斜めになるグラフィックデータがなかったんだけど今なんで。そしてさ、あの右下のやつはもしかして今まで撮ったやつを吐き出してたの。あ、そうかも。そうかも。 S って吐き出してたしね。ちょ、こいつ勝てるかな、この動き。斜めのグラフィックデータがないんだけど大丈夫。強敵すぎるだろ。すごい綺麗です。爆発モーション。愉快な死に方すんだ。わあ、なんか降ってきたぞ。ごめん、かぶっちゃった。めっちゃ感謝されんじゃん。そうなの。マリオじゃん、やっぱ。なんでマリオっぽくすんの、どん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 。全部どんどん。そう、なんかずっとマリオっぽいんだよ、これ。それだけ覚えてんだよね。食べていい？残して、俺にも。マジで。やっぱ残さなきゃダメだ。ダメか。2人プレイしようぜ、次。この、メインをやろう、メインを。で、これ、これね。ジャジャマルの妖怪大決戦。功績って何？実績のこと？多分。あ、本当だ。一の一でゲームオーバーになった。これお墓の仲間入りだ。なので墓仲間って。二人で協力。腹減ってんのか。俺のパン全部これ。ちょっと色違いか。桜姫じゃないのか。うん、青でいいや。だし、透明だ。お金はやっ。ジャージャー感。デジゲ100やって面白かった。あ、降りれんじゃん。降りれるよ、今回。あ、そうなんだ。うん、下ジャンで。見て、ボコボコなんですけど。はめられてるじゃん。どうやって降りるんだ。下ジャンだ。あ、どっから降りれんの。
ノーダメージ、オールゴール。やった、透明だ。今透明なのか。あやん、ガチャガチャ。楽しそうな空間に来たん。ほら、あのポップコーンだよ。やった。ジャジャマルポップコーン。目そんな動くんだ、ジャジャマルポップコーン。え、気持ち悪い動き。あ、キャラクターあった。クローブ来た。ニューキャラクター。あ、使うのか。釜型を使えるって。なんだよ。キャラクターによって、あ、なんかさっき逃したっぽいけど。その飲み物何？え？あの、ここ。見る。見る。色薄くない？マジで。あ、うわ、何これ。やっぱトロッコだったんだよな。弾けるのかよ。弾けた。何？ライトは何だ？ライトは何だ？壊れた。あー、ライトは敵アピオール。敵アピオールいます。あー、前出る。食べやべ、腹かかった。ノーダメージ。あれ、オールゴールドじゃなかったの、ね、取り逃したゴールド。オールゴールドってなんだ。オールドゴールドってこれこれこれ、黄色いやつ全部。なんかそれも実績だったっぽい。やった、シティコネクション。クラリスカ、キャラ、え、クラリスカ何が始まるというの。え、何が始まるというの。ひだちゃん、クラリスカって、クラリスカってどんなキャラクター。黄色いの出た。キジャジャ。キジャジャ一緒じゃん。え、キジャジャなんかあの体力が低いんですけど。え、あ、コンキ高い。え、クラリスカいなくない、いなくない、いない、キャラクターじゃないんじゃない。あ、そうなのか。はい、じゃあクローベ。え、禁衆って何。ん、手裏剣。あ、違うのそれ。あ、金集めるって書いてあるぞ、なんか。ほら、違うじゃん。なんか生きていける気がしないけど、やってみるか。体力、お前食らってなかったけど。俺、妙にタフガンやんだけど。あ、巻物だ。巻物で。足を押せ、俺。あ、なんかすごいの、長い、リーチが。わかる。あー、じゃあ最初から持ってるんだ。注意。まあ、すげえじゃん、金が。すごい取られてくんだけど。吸い込まれていく。吸い込まれていく。ちょっと俺の全部持ってかれてる。お金お金お金、なくなる前に取れ。巻物が、あ、来た来た来た。桜、桜来た。やった、来た。勝手に集まるんだけど。何もしないのに。あ、出た。いや、俺もう太鼓俺太鼓出るんだけど、なんでもいいか。後ろでどん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 。しかも、あの、なんだっけ、トレーラームービーのあの曲、MCU だっけ、MUC っていうアーティストの曲流れてる。すごいな、恥ずかしい作、面白い。ちょっと満足かな。ああ、ちゃんとボス戦だぜこれ。爆弾とダッシュ。わやべ。あ、なんか爆弾かと思った。爆弾取っていいのか。爆弾なんか。壁も関係なく。
敵なのかお前なのかが分かる。確かに。なんか勝手に集まるんだ。でもこれオールボーナスあるよ。来た来た、オールボーナス。いけるんだよ。もしかして爆弾持ってると火力上がってんのかな。どこだ、踏まれたんだけど。あ、乗ったもんみたいなやつだ。肉壁っぽかった。真ん中で桜を通るやつ、サンハービアを取りましょう。多分乾かった乾かった。いけた。体力すげえ。すげえ体力。すげえ体力。どんどんタフガイになってくるじゃない。気を使いすぎるね。うん、オールゴールのために。あ、リーチ長いね。びっくりするぐらい、あの移動がしにくいなので飛んでるからですね。リーチずいずいち上がれないように。ちょっと上がる。失礼失礼失礼、ダメージが来て。俺だよ。そう、俺。ちゃ。これ取っていいよ。あ、なんかピョッと。スカッシュライト。失礼。それあれじゃん、この黄色いやつ。うわ、すげえ。すげえ。抜いて。やれ。追いかけて。あ、そう、すげえ。あ、出た。すげえ溜まってくる、あいつ。みたいな。お前に踏まれ放題なんだけど。ちょっと、私も踏まれ放題なんだ。やばいだろ、あいつ。やったんだ。すげえ、あいつ。あの、火殺したわ、今。これで。すげえ火力だったわ。カラカサ、ビビる子を使いにくいんだけど。何これ。あ、見た、いた。ちょっと。あ、やばい。危なーい。痛い、人が来てる。人好きだな、お前。行って。逃げた先にお前の頭があった。全部引っかかったよ。ああ、しばらく来た。あ、そうだよ、お前。やったー。やったー。全部取られた。すげえ回収です。カラカサ体力あるけど使いにくいよ。すげえお金。すげえ、どう思うか。豚さんじゃん。ん？チャプター1オールクリア実績。運気じゃないしたい。マジで。じゃあ黒目使ってみよう。かぶると分かりづらいから。敵と一緒なんだよね、見た目が。まんますぎるんだよ。ああ、うわ、あれだ。あ、普通だ。普通だ。ああ、急に老人コースやった。え、めっちゃ過去だ。あっ。グレートってなんか、どうやったらグレートなの。あー、なんか花びらが来た。120になった。いや、減りすぎだ。花びら
もしかしてさ、これさ、ちょっとキュッて動きになった死んだんだけど、死んじゃったんだ、お墓になっちゃったよ。どうすればいいの、なんかもう倒すしかないか、あいつ、うん、あ、ま、生き返った。あ、なんか墓連打したらさ、抜け出せるっぽい、墓から。あ、緑じゃじゃ、来ました、緑じゃじゃ、はい、あ、緑じゃじゃ来ました。何それ、チョウズ、チョウズみたいに言うの、なんかプロコンに犬毛挟まってんだけど。そう、あ、取れた、いないのに、犬いないのに、他にいないのに、あ、これお前の好きなの、みたいな顔してこれなんだよ、なんで歩いてる時斜め上を見ながら、これなんでその顔見わかんない、私が来てる、使いやすいか、わかんない、他のやつはこう言えていただいた、上のやつも攻撃できるのが楽だけど、死んじゃう死んじゃう、やめて、あのやつだ、温泉マークは何、あ、これ温泉、もしかして回復するわけじゃないのか、回復するわけでもなんでもないし、何してんのこの人、なんか愉快な感じだよ、ビャン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 、あ、ほら下にいますよ、敵が、あんまり壊さないと、あんまかけなかったけど、上から落とすの目の前に倒せないじゃんそれ。手紙とかいっぱいあるの、面白いじゃん、普通にキジャダ使いやすくない、うん、使いやすい、スタンダードで、体力がないから、体力ない以外は悪いってこと、違うよ、なんか違うゲームのキャラクターちょこちょこ混じってない、これ何この蜂みたいなやつ、え、蜂みたいなやつ強敵なんだけど、いて、あ、でもあいつ火力がない、ミスしかない、ちょっと目の前の敵が全然倒せないんですけど、あれにやった、お金集めろ、お金集めろ、あ、なくなっちゃった、テンポ上がって攻撃つながる、たたたたたたた、あいつなんだ、助けて、下座みたいな、基本的にワンピードなの、今透明になってる、爆弾出たぞ、今食らったらしいやつ、なんか今作爆弾持っても大丈夫かな、面白い面白い、桜姫もいんのかな、いんのかな、桜姫救出大作戦なの、中堅中堅、潮長く、しかも弾速も速く、これ危ないやつ、いた、ハチさん痛くない、当たんないよ、当たんないんだけど、血管すぎて純粋に当たる、遠距離だ、遠距離だ、ハチさんが痛い、いるじゃない、使いづらいです、わー、見てこれ、何これ、水筒にしよう、なんかでっかいやつだ、でっかいやつだ、見てこれ、かっこいい、水筒の術だ、早っ、もうボス、レンジャー、あー、あいつじゃん、あ、爆弾なんだ、死んじゃう、あと2回勝ったら死ぬ、
3回食らったし、ね、いや、もうダメだもう終わり。連打しよう、連打しよう。なんか抜け抜けなさい。いて、あー、いって5率。助けて。あ、次はこの状態じゃダメなのか。ヘドホン、あ、使うの。ヘドホンっていうの書いてある。骨骨緑じゃん、使いづらいよ。カラカサもど使えてるよ。カラカサ、カラカサ体力すごいよ、それボス戦用に。じゃあ分かったよ。ですよね、カラカサこの時点で普通に歩いてんじゃん。じゃあ右上にさ、あのあれある、あの黄色い、普通に歩いてるわけじゃないですよ。いや、なんか最初の登場シーン、登場シーンだって普通にあげてる。ちょうどと同じじゃん、挙動が。え、でも横に長い。確かに。角度が。助けてくれ。止められた。お前いいんだよ。止められたんだよ。カメ。これさ、めちゃくちゃで面倒いい。でも足よ。お前じゃないか。わかりにくい。こんにちは。あの右、これ、あのこれ、ここに忍者とあるから忍者欲しい。待って。押せ。なんで食らっちゃったの。え、これ何？下からじゃ無理だろ。上からだろ。ああ、上からなのか。上から行かないと。待って、復活しない。え、復活しないそれ。もしかして。どういう？実績なかった。なんでそんなことするの？仲良くしようよ。壊せないか。あ、壊せないか。こういう。今だ、俺だ。俺がやってる。いけ。カフェーブル。やったー。あ、まだお前か。待って、硬っ。どうせ。早く。ある程度床壊したらもう復活しないんだね。運が悪い。この地面をドーンってやった時に。ダメかな。よくない？危ない。あー、うまい。強くない？危ない。痛い。全部取っちゃった。俺あと2発で死ぬ。死なないで。あー、ため食らったよ。痛いよ。やった。急いで。はい。踏んじゃった。あの時って足よ。マジか、あっちカーカサママ行くんかよ。あ、そっか。どうキャラ変えよう。ジャジャが一番使いやすい。じゃあ緑ジャジャ。タイプ低いけど。うん。今から迫ってくるかな。だからこれ敵と同じ位置にいたら死ぬよ。ちょっと相手より高い位置にいようか。誰か助けて。目の前にさらさないです。そうなんですよ。敵に離れてみる。一方的
もう一回やっとく。ああ。なんでだよ。癖が強い。あ、来た。こっちだっけ。これ、降りますか。一方的に攻撃。やめろ。ドミっちゃった。これで、いい角見つけた。いい角見つけた。君が攻撃した、私が、私お金もらえばいい。ジジイ、待て。待て、ジジイ。これ何？あー。ひどい。やっぱりバグ。ガチャだね。ポチョチョンって最低。桃ジャジャ。何かな、桃ジャジャは。すごそう。組む。何組むって。区内でしょ。あ、区内でもいいのか。じゃあ見つかっていいよ、区内。これ緑ジャジャ行く。行くのか。攻撃力が低いんだけど。区内が。アレンジャーかっこいい。あー、いろんな方向に行ける。あー、すごいじゃん。上に打てるってすごいじゃん。痛い、踏まないで。ちょっと攻撃力は低いんだよ。危ない。危ない。見えないよ。足を打ち合わせ。わざわざ下に行ってきたのかな。痛っ。ちょうどいい。なに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 。飛んでる最中に攻撃当てるとグレープ。何あの強さ。俺が一方的に。一方的に私が殺す。なかなかいい角度が見つかる。よし。そう、私もできたのに。やった、大回復。すげえ。お金が手に入らない。なかなかさ、寿司が寿司やん。お腹手に入れた。なんか手に入ったんだけど、お金少ねえ。ノイクロだ。これなんなんすか。なんかコレクションみたいだけど。コレクション。勝てるか。なんこれ、なんかしちゃダメって書いてある。空き缶捨てるのって書いてないけど、空き缶の掃除はやめようみたいな。よし、環境に優しい。あ、お前すごい。あかんねえ。あ、やばい、なんか1、2ってなってた。痛い。下がり。
ゃい。あ、今なんでや。全然。足鍵は待って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 。見えねえよ。今どこに。あ、刺された。いた。火力ないの？火力ない全然。70ぐらいしかない。攻撃力。そんな当たんないことがある。体力は高かった。痛いよこれ。なんかあっちに何があるんだか見たいのね。やべ、来た。やばい、やばいのが来た。見て、俺の中堅取った状態、まあね、また一回目なんで。死んだ。スライダーと言ってもらうとか後ろの手裏剣も使いに使いに使いにどうなってるの。大丈夫、これこれ何なの、これさっきから何飛ばしてきたの。ダイナ早く行くぞ、こっちに。痛い痛い痛い、こいつか。あ、来た、すごい。私が一生懸命やってるんで、これでピチョ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 って。ピチピチだし、俺すごい。ジャバババババババじゃないんですよ。もうデンジャーなの。え、大丈夫なの。180と130しかないんですよ、こっち。踏める踏めなかった。強い。300減ったぞ、今その雷。どうしてかわす。嘘でしょ。あ、これ上にやけダメだぞ。上に戦わなきゃダメなやつ。30しかない。え、俺あ、間違えた。俺今上にいたら何という踏んだよ。違う、なんかあの台の下に行かないといけないんだ。あー、台の下もいいのか。うん、その方がいいと思う。上には敵がいるし、ピンボー来たじゃん。台がいけるの目。ヘッドホンどうだった。ん、ヘッドホンどうだった。ノーコメントだったけど、ヘッドホンめっちゃ普通。めっちゃ普通。だから足が遅いけど火力はある。130もあんの。うん、目ってなんだ。ヘッドホン使う。ピンボー使う。ピンボー、顔が可愛いから。桃じゃじゃ使いづらいよ。キャラしか使わない。使いづらそう。なるほど。相当使いづらそうじゃない。ボスにだよ、役に立ちそう。すごい、見た今もハメだったんだよ。狭い部屋でよくできた。見た目が全く一緒なんだけど。やりづらすぎじゃない。目の前の敵は倒せないんですよ、これも。でもボス戦とかさ、あの敵回避に集中すればなんとかなる。あ、来た。止まれ、お前だけが頼る。お金が集められない。足を捨てる。二人とも俺意味やった、これ。遅すぎるんだけど。あ、やばい、足が速すぎる、こいつ。またねおいのいおいのいおいのいで通過じゃん。またねー。何これ、ジャレコマークあるよ。全然当たんねえ。ジャレコマークあるよ。ジャレコマークある。ジャレコマークある。ジャレコマーク取れない。取りたい言われ。ジャレコマークなんだよ。どこどこどこ。ジャレコマーク。こっちも忙しいんだよ。上にいるだろ。あれ取れない。え、どこ。
あ、消えちゃった。見えなかった全く。見てなかった。忙しくて、こっちも。こっちも当たれって、お稲荷必死なんで。使いついた。どっか行くんだけど。私はちょっとどっか行くんだけど。ダメージはでかいよ。使いづらくない？キツネだったらいい感じ。ほら、下に隠れてたらいいの？これ。お前だって攻撃当てれるよ。これでしょ？これ隠れたらいけない。そう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 。あ、本当。じゃあ、あとお前下にずっといればいいんだよ。俺上で頑張る。いた。嘘だ。当たんのかよ。何当たんの？髪は当たったっけ、うん、ちょっと当たっちゃった。ちょっとはみ出てた。雷の火力は別に高いだけで、それ以外は早っ。早すぎるだろ。当たってんのかい。やった。どういうなんで踏まれたんだ俺これゴールド欲しいんだったら金じゃじゃ必須では。ゴールド回収ね。うん。あ、でも3枚しかないんだね、これ。チャレンジは何？ランキングステージ。これでいくのかよ。ちょっと待って、キャラ変えよう。スタンダードなんか。例えば。ガチャじゃないしようかな。スタンダードだったらこれ、これにしようかな。体力も高く攻撃力も高い。足が遅いけど。ひどい。基本的に君についていかないと。どっちが自分なんか分かんなくなるよ。あ、手裏剣だ。あ、そう、かっこいい子、音楽。あれ、うわぁ、やべやべ、キー、助けて、助けて、助けて、助けました強くない？どうしたらいいんだよ。すげえ、かけたのよ。いて。きた。うわぁ、見てくれよ、俺は。頑張って。すげえ、これ回復すごすぎない？デカも一緒。何のためなんですよ。あ、きた。頼むぜ、アイミ。いや、君じゃない？いや、アイミ、じゃあ、対抗が頼む。どこどこ、どこだから、なんだよ結局どこかからず太鼓の動きだ。あ、ダメージ入ってんじゃん。ほら、紙吹雪みたいなやつ。マジで、うん、入ってる、入ってる。げっそりしてんだけど、私の骨が死にそう。ゴンゴンゴン来ましたよ。あいつで置いてこんかいお前。来たぞお前。助けて、何が。何かこう、どんだけ生きていられるかみたいな。あれね。ああ、そうなんかな。登って今回。透明だ。敵っぽい、敵っぽい。グレース。
あれもう終わり？なわけないじゃん。どこだ？回復したいよ。回復出ないな。これとかどうやって壊すの？いた。よし。やっとクリアした。次やったの？やっと水欲しかったよ、一番。8枚しか手に入ってないの？嘘でしょ？すごい低っ。チャレンジモード。ウォンテッド。何ある？わかんない。カプタンって言うんだな、あいつ。かわいい。意外とかわいい。なんかいるっぽいね、あのチャレンジモードに。どんどんステージが増えてくるんだ。面白い。たくさん止まってた。何これ。体力すご。体力すご。ジャジャマン使わないじゃん。なんか BGM 設定で変えるのか。なんか実績とかであって面白いね。うん。結構細かい。あ、や140実績も全部。コンボって何？コンボ死なずにこう倒すか。 Please wait。 意外と、てか今日発売だから。日本人ばっか。今日発売なんだこれ、うん、やった2だ。だって4人までしかいないじゃないか。ゲームオーバーかな。この下のやつらは。はい、世界ランキング2位です。嬉しいですね。私1個も嬉しくないんだけど。